H ニュースチャンネルへようこそ安全で幸せな一日を。皆さん、こんにちは。私は日本の番組、不気味な幽霊体験を聞いたり見たりしたことがある方も多いと思います。昔、これは私のお気に入りの番組でした。知っていますか日本の女性の幽霊トップ10には人形の花子や口裂け女など聞いたことのない女性の幽霊がたくさんいます。 長い歴史と日本への強い意識、文化的な雰囲気。その夜はホテルの居酒屋で美味しい料理とお酒を楽しみました。楽しい時間を過ごした後、私たちは部屋に戻り、翌日の冒険に備えました。夜が近づき、突然目が覚めると、部屋に冷たい風が吹き込んできた。目を開けると、部屋の隅に女性の幽霊が現れました。彼女は古い着物を着ており、長い髪は乱れ。 顔は青ざめていた。冷たいエネルギーが部屋全体を包み込むのを感じ、体が完全に動かなくなりました。女性の幽霊は、まるで千歳の悲しみが、その瞳に宿っているかのように、私を見つめた。突然、彼女は語り始めました。その声は、あたかも消えない過去の出来事を語るかのように、悲しみと悲しみに満ちていました。 彼女は自分自身を日本でトップ10に入る女性幽霊の一人である花子であると紹介します。彼女は生前の辛い経験によって不満や恨みが蓄積され、やがて自然幽霊と化した。花子は自分が現れた理由は、この古いホテルには強い行き通りのエネルギーがあったからで、私たちが到着したことでそのエネルギーが引き起こされたようで、 彼女が現れて自分の話をすることができたと説明しました。花子さんの話は私に衝撃を与え、彼女の人生経験はとても悲しいものでした。彼女が去った瞬間、部屋全体の冷たさが消え、私は体のコントロールを取り戻すことができました。翌朝、私は何が起こったのか友達に話しましたが、彼らは私が見聞きしたことを信じませんでした。 私たちは自由な旅を続けましたが、夜が訪れるたびに、このホテルの長い歴史が醸し出す神秘的な雰囲気をいつも感じていました。この仙台旅行は私の人生において忘れられない思い出となり、花子さんの話は私の心に深く刻まれています。おそらく、この古いホテルの隅々に忘れられない歴史の一部が存在しているのでしょう。振り返ってバスルームのガラス戸を見ると、 ただの涼しさではないことが分かりました。ガラスの上には、かすかな霧が現れ、ぼやけた像が形成されました。恐る恐るドアを開けようと手を伸ばしたが、ドアノブから異様な霊気を感じた。仙台市に伝わる超自然的な伝説を思わずにはいられず、少し不気味な気持ちになりました。しかし、勇気を持ってドアを開けてみると、バスルームには何もおかしなものはありませんでした。 もしかしたら、室内と屋外の温度差によって起こる現象なのかもしれない、と自分を慰めました。そこで、私は再び暖かいバスルームに入り、この奇妙な感覚を無視しようとしました。シャワーを浴びていると、また背中に風が吹いたような涼しさを感じました。思わず振り返ったが、バスルームには通気口も窓も開いていないことが分かった。 そこで疑問に思ったのは、私と交流しているのは仙台市の幽霊なのだろうかそれとも単なる私の想像でしょうか私は急いでシャワーを終え、服を着てバスルームを出ましたが、疑問はまだ私の心に残りました。部屋に戻って、私が経験したことを友人に話しましたが、彼はただ笑い飛ばし、それは私の想像だと思いました。 もしかしたら、その土地の文化や歴史のせいで私の感覚が誤解されていたのかもしれません。それでも、あの涼しかった頃の記憶は今でも残っており、深夜のトイレの会議は今回の仙台旅行の不思議な体験となった。その瞬間に感じた恐怖は想像もつきませんが、トイレに行きたいという切迫した欲求は、もはや無視できませんでした。 私は慎重にベッドから降りて部屋から出て静かにバスルームへ向かいました。バスルームのドアを開けて安堵のため息をついた瞬間、謎の少女はもうそこにはいなかった。それでも背筋におかんが走るのを感じた。私は緊急の問題をすぐに解決し、すぐにベッドに戻るつもりでした。しかし、バスルームから出ようとした時、ある影が目に留まりました。 よく見ると、友人のベッドの横にぼんやりとした女性の姿を見つけました。その姿の輪郭はわからなかったが、ただならぬオーラを感じた。私はドキドキしながら友人を起こして、何か奇妙なものを見たと話そうとしました。しかし、私が彼を起こそうと手を差し伸べると、彼は固い反応を示しました。慌ててベッドサイドを振り返ると、女性の姿は跡形もなく消えていた。 まるで超自然的な状況にいるかのような歓喜を感じました。もしかして夢それとも現実私は答えのない疑問でいっぱいの暗い天井を深く見つめながら手探りでベッドに戻りました。時間が止まっているようで眠ろうとしましたが奇妙な経験のせいで休むことができませんでした。時間が経つにつれて私はますます混乱し夢の深淵に沈み、 その信じられないほどの夜についてさらに疑問を抱くようになりました。ナレーターは日本の仙台のホテルで一連の奇妙な夜を経験します。トイレに入った時、彼は突然、トイレにいる女性の幽霊がまだそこにいるのではないかと心配になりました。躊躇しながらも、ついに果敢に電気をつけ、ドアを開け、トイレに入った。彼は見ないように自分に言い聞かせようとしましたが、 それでも彼の目は自然に左を向き、バスルームには誰も見えませんでした。しかし、彼がベッドに戻ると、電気が勝手についたり消えたりしていました。再び女性の幽霊が浴槽に現れた。彼はとても怖くなったので、すぐに手を洗い、ベッドに戻って眠り続けました。再び眠りについたものの、深く眠っているような感じで時間が流れていないようだった。 再び目が覚めた時、彼は朝だと思ったが、時刻はまだ午前2時46分で、友人はまだ眠っていることが分かった。彼はその奇妙な経験、特にホテルの宿泊施設の違いに混乱していました。この夜は奇妙で説明のつかない現象に満ちていたため、彼はそれを手放すことができず、超自然的な出来事についてさらに疑問を抱くようになりました。 仙台ホテルでの奇妙な夜、語り手は夜中に何度も目が覚めてしまい、その度に時間が奇妙なことに午前2時46分で止まってしまいます。彼は混乱し、超常現象に遭遇したのではないかと疑問を抱き、いわゆる幽霊が壁にぶつかっているのではないかとさえ疑った。 幽霊が屋外で壁にぶつかるという話はこれまで聞いたことはあったが、睡眠中にそれが起こるという話は聞いたこともなかったので、この経験は彼を驚かせた。彼は何も考えないようにして眠り続けましたが、ある朝目が覚めると、掛け布団が引き剥がされ、おしゃべりを誘う女の子の声が聞こえました。 怖くなった彼は、なぜこの音が聞こえるのかと尋ねると、女性の幽霊は、311という3つの言葉で答えました。その後、謎の声は消え、再び眠りについた。目が覚めた後、彼は、つの疑問について考え続けました。なぜこの現象が日本で起こったのか、もう一つは、311という3つの単語の意味です。この超自然的な体験により、 彼は夜の物事についてさらに疑問を持つようになり、また本当に超自然的な出来事に遭遇したのかどうかについて深く考えるようになりました。会話の中で311の重要性について二度目に言及されたことで、私はさらに混乱しました。その後、私と友人が目的地に向かうバスの中で座っていたとき、友人は突然私の奇妙な表情に気づき、 何が起こったのか尋ねました。私は彼に超自然的な夜の一部始終を説明しました。私の友人は同様の超自然的な出来事に遭遇したことがなく、ただ冷静に答えました。ああ、それは彼が魂であり、あなたが霊と交信しているからではないでしょうか私はそれは可能であり、これは私にできることだと答えました。合理的な説明が見つかりました。 そこで私は興味深く友人にこれまでに仙台で何か特別な出来事があったのかと尋ねました。ネットで情報を調べたところ友人から確かに311地震があり2時46分には犠牲者が一番人を超えたと教えてもらいました。私はいつもその時間に目が覚めることに驚きました。その友人はさらに ホテルは新しく見えたが、311の地震の後、仙台では一番人以上の人命が失われたと付け加えた。私は、ぴょーと彼の魂が別の空間に泊まる可能性について考え、彼らが特定の場所に泊まることを選択するとき、それは必ずしもそこで誰かが亡くなったからではないと考えました。 この経験全体が私に超常現象と人類の歴史のつながりについて深く考えさせ、また超常現象についてのより深い理解を与えてくれました。旅行後、再びホテルのバスルームのドアを開けると、女性の幽霊はもういませんでした。それで、その夜眠りにつく前に、私は心の中で静かに何かを言いました。彼女に謝り、邪魔しないでくれとお願いしました。もし誰かが必要なら、 友達のところに行きます。彼には会えないからです。旅がすべて終わって、私たちは飛行機で家に帰ろうとしていましたが、友人が驚くべき事実を教えてくれました。私の友人は、私が彼女と話し終えた後、毎晩女性が彼を追いかけてきて、一緒に遊びたい、早くしてほしい、と叫ぶ夢を見たと言いました。驚いて友人に体調を聞いてみましたが、 健康状態は良く、精神的にも普通で、運も良かった、幽霊にはめられて少し困っているだけだと言っていました。その後、老王氏は日本の女性の幽霊トップ10を紹介し始め、日本では幽霊という言葉は通常の万人や多くのような姿をした怪物のことを指し、中国の幽霊とは違うと説明した。現代日本では幽霊、または幽霊と呼ばれることの方が一般的です。 ラオワンが語る十一目の女性幽霊は、結婚できないことを恨む、黒い歯の少女。彼は、ここで言及されている歯の黒い女性は平意尻ではなく、伝説の女性の幽霊であると冗談めかして付け加えた。物語はまだ終わっておらず、ラオワン氏は今後、他の女性の幽霊の話を詳しく説明すると約束し、女性の幽霊を彼のナレーションリストに追加できるように、 女性の幽霊に興味を示すメッセージを残す幼聴集に呼びかけた。9番目の日本の女性幽霊は、幽霊人形花子、です。赤いドレスを着てショートヘアで、いつも3階の第3女子トイレに現れます。伝説によると、花子は過去に悪者に殺され、トイレに閉じ込められた血爆霊になった人の魂だという。 ある学生が友人と一緒にトイレに行ったところ、その友人も物乞いをしていたので、彼女がそこにいるかどうか尋ねました。謎の声は3番目の部屋で、はい、私はここにいます。と答えました。しかし、生徒たちが長い間待った後、3番目の部屋の花子は応答せず、沈黙だけがあることに気づきました。 この伝説はすぐに広まり、多くの学生がこの都市伝説を体験するようになりましたが、ほとんどの場合、花子は無害で悪者を攻撃し、トイレに引きずり込んで溺死させるだけです。そして8番目の幽霊少女は、美しい着物を着て花嫁のような姿をし、手で顔を覆っている女性の幽霊です。誰かが挨拶すると、口を開けて黒い歯を見せます。古代。 高貴な女性は結婚するときに歯を黒く染めました。この種の幽霊少女は常にあなたの後を追いかけてくるので非常に迷惑です。解決策はただ一つ結婚したふりをして彼女が去ってしまうことだ。これらの不思議な物語は日本の伝説やホラー要素がたっぷり詰まった魅力的な都市伝説となっています。7位の空から来た娘は伝説の女怪人で 変態たちの周りに現れ、彼女が来たると必ず雨が降るという。魅惑的な笑顔で痴漢を誘惑し、餌に食らったら命を奪って魂ごと天国へ返す。正義の女怪人が盗作と戦うミステリー要素のある物語です。6位の猫猫は猫や人間の姿に変身できるモンスターです。 猫を9年間育っていると、目には見えないが、霊的な力が宿る尻尾が生えてくると言われています。9年ごとにもう1本生えてきて、尻尾の数は霊力の強さを表します。猫の尻尾が9本あると、9年後には人間の姿になります。この伝説は、形を変え、超自然的な力を持つことができる神秘的な生き物について語ります。 神秘的で幻想的な要素に満ちた日本の伝説には、様々な形の女性の幽霊が描かれており、人々に日本の伝統文化の神秘性と超自然性を感じさせます。5番目の、雪の少女は、雪の中で亡くなった人間によって形成された伝説の意識です。雪女は他人が犠牲になって屈服するのを見て満足し、 時には犠牲者の血や生命力を吸い、弱い男性を捕まえて、キスなどで勢力を奪うこともある。雪女は優しい人を助け、悪い人を懲らしめるという言い伝えがあり、吹雪を司る山の神の娘です。4位の、フェイジジは、雨の日によく現れるいじめられっ子が結成した幽霊。彼女はみすぼらしいロングドレスを着て、手に人形を引きずっていましたが、 近づいてみると、それは人形ではなく、血まみれのパルプに引きずり込まれた同じ年齢の子供であることがわかります。通常、他人をいじめる人。あなたが普段他人をいじめていると、フェイジジは報復として口を開けてあなたを攻撃します。3位の、ハンターガールはフェイユアンデーモンとしても知られ、通常は夜に現れ、欲望に満ちた男性の精液と血を吸うことを専門としています。 彼らは被害者が疲れ果てた時に現れ、魅惑的な方法で生命力を消耗させます。これらの女性の階段は、日本の民間信仰における様々な超常現象を反映しており、神秘的で恐ろしい雰囲気を醸し出しています。2位の、口裂け女、は、長身で長い髪のショールを巻き、コートと仮面をかぶった恐ろしい怪物です。 彼女は人間に対して容赦がなく、マスクを外してぽっかり口を見せ、あなたは可愛いですかと尋ねます。あなたが美しいと答えると、彼女はあなたの口を切り裂いて、あなたを彼女と同じくらい美しくし、もしあなたが美しくないと答えると、彼女はあなたを殺すでしょう。100メートルを6秒で走る驚異的な走力を持つため、逃げても避けるのは難しい。 それを避ける唯一の方法は、爆がどうかチョコレートを与えることです。第1位、玉まもまは、白布金髪九尾の狐が化けた絶世の美女。聡明で美しく、世界一の美女、日本一の才女と唱えられ、宮廷で最も寵愛された側室となった。しかし、天皇が急病で寝たきりとなり、引用師安倍康成は玉まも前の仕業と断定した。この寵愛された側室は、 決して美人ではなく、白い顔、金髪のキュービの狐であることが判明しました。引用紙が呪詛を唱えた後、キュービの狐の正体が暴かれ、実際には何もしていないのに、宮殿が人を派遣してキュービの狐を倒すことになった。医師。これらの物語には様々な女性の幽霊が描かれており、恐ろしくも神秘的な雰囲気を醸し出しています。物語の結末には第一くらい。 玉も前が描かれており、白布金髪九尾の狐が化けた絶世の美女です。世界一の美女、日本一の才女と称される彼女だが、その正体は怪物。帝が重病に伏しており、その真実を引用し安倍康成が突き止めた玉も前の正体は九尾の狐だった。九尾の狐は実際には何もしていないのに、宮廷は彼女を攻撃するために人々を送り込み、 最終的には、キュービのキツネは死んで、殺戮の意思と化した。日本の女性の幽霊トップ10のリストの最後には、家族が旅行中に偶然撮影した超自然的なシーンの物語が語られています。このビデオは視聴者の関心を呼び起こし、ネチズンはそれについて議論するメッセージを残しました。この映画、偽物でリアルすぎるのではないかと疑う人もおり、日本映画では詐欺がよくあることを指摘している。 一方で、上にぶら下がっている単なる衣服、または膨らませる人形などではないかと示唆する人もいます。合理的な説明です。物語に登場する女性の幽霊は謎と恐怖に満ちており、それぞれの物語の背後には日本の民話や文化の要素が隠されています。 このような物語は読者を楽しませるだけでなく、日本の超自然的な信仰や恐怖の伝説についての洞察を読者に提供します。物語の終わりに、読者は日本の女性幽霊トップ10と超自然的なビデオについての議論に入ります。ネチズンはビデオの信憑性について様々な意見を表明した。この写真は鮮明すぎるため、本物の幽霊ではなく、 一爆霊現象のように見えるのではないかと疑う人もいます。一方で、映画のサウンドトラックが非常に怖いと指摘し、幽霊の表現に疑問を抱き、幽霊はぶら下がっているというよりも、むしろ上空に浮かんでいるようなものだと主張する人もいた。ネチズンたちはコメント欄で様々な意見を表明し、映画の信憑性や説明の可能性について議論した。 幽霊は半透明であるべきだという人もいれば、映画の中の音楽効果に注目する人もいた。結局のところ、このビデオは本物なのか、それとも偽物なのかという疑問が生じます。読者の皆様は、コメントエリアで意見を共有してください。このような結末は、物語を現実世界と巧みに結びつけ、読者の好奇心を刺激し、超常現象について考えさせます。 これも物語を表しています。楽しく参加型の性質により、読者は物語の過程で物語の一部になることができます。